結合エネルギーの問題です。一つ目をやってみましょう。このような問題になります。絵に描くと陽子1つ中性子1つ合計質量数が2です。こちら中性子、残ったのは陽子が2つと中性子が1つですから、陽子が2つということは原子番号2です。質量数が3です。原子番号2というのはヘリウムですから、このような形になります。次に発生するエネルギーですが、左辺にあるのは陽子が2つ、中性子が2つです。これを基準にします。そうすると陽子と中性子がひっついたもの、陽子と中性子がひっついたもの、ここまでのこの差が、こちらは、H の1、2ですから、これの、結合エネルギーは、1個あたりですね、1.11メガエレクトロンボルトですから、1、2、1個あたり2個、3個、4個ありますから、4.44メガエレクトロンボルトになります。この、水素と水素原子をバラバラにするためには、4.44メガエレクトロンボルトの結合エネルギーが必要という意味です。一方、右辺は、中性子とヘリウムです。ここのエネルギーの差が、これはバラバラですから問題ありません。この3つの、核子がつながっているものをバラバラにするためには、いくらエネルギーがいるかというと、ヘリウムの3は、1粒あたり2.57メガエレクトロンボルトですから、ここは2.57の3倍、つまり7.71メガエレクトロンボルトが必要になります。これをバラバラにするためには、7.71メガエレクトロンボルトが必要になります。求めるエネルギーはここの差になります。こことここの差になりますから、3.27メガエレクトロンボルトが答えになります。同様に、2つ目は、ここがヘリウム2の4になって、17.57。ここもヘリウムの2の4で、18.35メガエレクトロンボルトとなります。天然のウラン、原子番号92番の大部分は質量数が238であるが、ごくわずかウラン235という質量数のものが含まれます。これが原子力発電や、原子力爆弾のエネルギー源となります。次の空欄789に自然数、10番には有効数字2桁の数値を入れなさい。ウラン230、これ235ですね、抜けています。申し訳ありません。質量数235は、アルファ崩壊とベータ崩壊を7番、8番階行います。質量数がわからない鉛になります。原子番号は82番です。この789を求めてみましょう。質量数は6、7、8、209のいずれかであるというヒントがあります。このような問題になります。ウランが、アルファ崩壊を X 階、ベータ崩壊を Y 階して、82とわからない、 Z にしましょうか、の裏、鉛になります。まず質量数の方ですが、235の質量数のウランがアルファ崩壊を X 回すると 4X 質量数が減ります。その結果、Z の質量数になります。ベータ崩壊は、質量数には関係しません。92の質量数、アルファ崩壊を X すると、 X 回すると 2X 質量数が減ります。ベータ崩壊 Y 回すると、 Y 個質量、原子番号が増えます。その結果82になります。ここに入る原子、質量数が206、207、208、209のいずれかであるということですが、235から偶数を引けば必ず奇数になりますから、これもダメですね。偶数はダメですね。ということは、X は7回か、209にならないですね。209になるように、
26減らすためには x は小数になりますから、もう x は7回と決まってしまいます。これ7を代入しましょう。 y は4になります。裏203、これも235が抜けています。は中性子を1個吸収すると2個の大きな原子核と 2,3 個の中性子に分裂し、1回の反応あたりおよそ200メガエレクトロンボルトの熱エネルギーを発生する、です。1回の反応あたりというのは、この原子核が1粒反応すると200メガエレクトロンボルトのエネルギーが発生します。今1グラムの、これも235です。のウランが完全に反応すると、何ジュールの熱エネルギーが発生するでしょうかという問題です。1グラムというのが何粒かというのが問題になりますね。ウラン235というのは92番の235の質量数ですが、235グラムで1モルです。つまり 6.02×10⁻³ 個の原子の数になります。235グラムあると、アボガドロ数個の原子の数になります。 1g ですから235分の1モル23乗粒のウランになります。1粒が反応すると200メガエレクトロンボルトのエネルギーを発生しますから、メガですから10⁶。ジュールに直すと 1.6×10⁻⁹。これだけジュールのエネルギーが発生することになります。これを計算すると 8.2×10⁰ ジュールのエネルギーが発生することになります。後半は横浜国大の問題です。こういう数値を使って結構ですという問題です。アインシュタインは光の速度を c メートル毎秒とするとき、静止質量の a キログラムの物体がどれだけのエネルギーを持つことを示した。これはアインシュタインの式から求めます。この式ですね。エネルギージュールは質量が m が a です。で、光速が c です。これだけのエネルギーを持つと言いました。このエネルギーは非常に大きく、例えば1ユニット原子、1原子質量単位、大まかには陽子1個分が1ユニットと思ってください。中性子1個分が1ユニットと思ったらいいでしょう。の質量は何ジュールに相当するか、はい、代入してみましょう。1ユニットの質量は与えられています。 1.7×10⁻²⁷キログラム、光速が 3×10⁸、3億ですから、これを2乗しておよそ 1.5×10⁻١0ジュールとなります。したがって炭素1原子、炭素は12ユニットですから、12番の答えを12倍してください。 1.5×10⁻١0を12倍してください。 1.8×10⁹ ジュールとなります。このエネルギーを炭素が燃焼するときに発生する熱エネルギーと比べましょう。1モルのアボガドロ数の炭素が燃焼して二酸化炭素ができるときに 4×10⁵ ジュールの熱が発生します。これは炭素1原子あたり14番になりますよ。アボガドロ数個でこれだけのエネルギー、1個あたりですから、これがアボガドロ数個の炭素原子が燃焼した場合のエネルギーです。1粒あたりに換算しますから、アボガドロ数個 6.02×10⁰³ で割ってください。 6.6×10⁻⁹ ジュールになります。
質量の持つエネルギーは大きいが、他のエネルギー、例えば運動エネルギーや熱エネルギーに変換できなければ利用価値がない。変換は核反応によって実現できる。原子力発電では、ウラン235に中性子 N をゆっくり衝突させるんですね。で、核分裂を起こします。反応によって放出されるエネルギーを利用しています。原子番号92のウラン235が原子番号54のキセノン140。原子番号が何かのストロンチウム93に分裂する核反応式を完成させましょうです。はい、これが核反応式になりますが、左辺と右辺で、陽子の数や中性子の数が変わることはありません。つまり、原子番号と質量数が保存されます。左辺の、ニュートロン中性子は原子番号0で、中性子数が1、質量数1ですね。ということですから、左辺の質量数236と右辺の140プラス93プラス、ここを x にすると x×1 ですね、が保存されますから、 x は3になりますね。ここは3倍になります。原子番号の方は92プラス0ですから、イコール54プラス、ここ y にしましょうか、 y、ここは0ですね、になります。つまり y イコール38になります。ここはストロンチウムの原子番号は38です。で、放出される、この核反応が起こると、ウラン一粒が核反応を起こすと、放出されるエネルギーはウラン235一粒あたり17番ジュールである。これはこの核反応式の前と後でどれだけ質量が変わっているか、その減った分がエネルギーになるわけですね。これは問題文に数字が書いてあります。ウラン235の質量は 235.04 ユニットです。中性子は1.01 ユニットです。つまり左辺は 235.04 プラス 1.01 ユニットという質量がありました。右辺のキセノンの質量は 139.92 ユニット、ストロンチウムが 92.91 ユニット、中性子が、1.01 ユニットが3つあります。これが反応後の質量です。これ差があるわけですね。質量が減ってるわけです。質量欠損を起こしているわけです。これを計算すると 0.19 ユニット、質量が減ってることが分かりました。これがエネルギーに換算すると、12番の問題から1ユニットが減少するとエネルギーが 1.5×10 のマイナス10乗ジュール発生すると分かりましたから、 0.19 ユニットが欠損すると、 ×1.5 の10のマイナス10乗、つまり2.9×10 のマイナス11乗ジュールのエネルギーが発生することになります。ボルツマン定数を K としたときに、温度 T の中性子の運動エネルギーが KT であったとすると、質量ラージ Mkg の中性子の速さは19番となります。これはもう優しいですね。中性子の運動エネルギーは2分の1質量ラージ M ですから、こうですね。これが KT であると書いてあるわけですから、そのまんま式にしましょう。ここから V を求めると、KT を2倍してラージ M で割ったものをルートした値になります。速度がわかりました。したがって中性子のドブロイ波は KTM プランク定数 H を用いて表せば20番となります。ドブロイ波長は、
運動量分のプランク定数です。ここに今求めた V を代入しましょう。質量ラージ M ですから、となります。